A から P までのスーフォニックスをもう一度一緒に練習しましょう。Ali alligator, a a a. Baba bear, b b b. Katina cat, k k k. Dee deer, d d d. Ellie elephant, e e e. Francie fish.ゴールドゴリラ、グッグッグッ。ハニーホース、イニーインチワン、イイイ。ジェリージェルフィッシュ、ジジジ。ケイヨーカングルー、クッグッ。リズィーリザード、ルルL. Missy Mouse. M, m, m. Nigel Night Owl. N, n, n. Olive Octopus. O, o, o. Pee-wee Penguin. P, p, p. Zoophonics の Q から Z.までを息遣いに注意しながらもう一度練習しましょう。クイニークエル、クワ、クワ、クワ。ロビー・ラビット、ラ、ラ、ラ。サミー・スネーク、ス、ス、ス。ティモシー・タイガー、ト、ト、ト。アンバー・アンブレラ・バード。Vincent Vampire Bat. V, v, v. Willy Weasel. W, w, w. Xavier Fox. X, x, x. Yancy Yak. Y, y, y. Zeke Zebra. Z, z, z.Well done! もしお子さんまたお孫さんがいればクラフトも一緒に混ぜながら練習してください。例えば時間の都合上全部紹介することはできないんですが、最初シェアをしたアリーアリゲーターアルファベットの A とアリーアリゲーターの A の音を関連させるためのクラフトだったり、これすべて私の息子のクラフトなんですが、キャッティーナキャッチ C ですよね。 C にこのウィスカーズヒゲを足してこのヒゲをヒゲについたミルクを取りながら、カティーナキャット、ク、ク、ク。だったり、または、エリーエレファント。こんな風に、E に、大きな耳、そしてこの長いトランクをつけて、エレファントにしてみる。エリーエレファント、え、え、え。とか、ハニーホースは、こんな風に、尻尾、テールをつけて、またメイン。日本語でなんて言うんですだっけ忘れちゃいました。このメインをつけて、もう今にでも駆け出しそうなギャロップ。しらしそうな馬。これがハニーホース。こんな風に、いろいろとインターネットで調べてみると、クラフトの案っていうのたくさんあるはずです。なのでそこで、あ、これは自分の子供とまたは自分の孫と一緒にやると面白いなっていうのがあったら、ぜひそれを真似して工作クラフトをしてみる。そして一緒に身振り手振りを使って英語筋も使ってフォニックスの練習をするととても楽しいと思います。ぜひ
もう楽しみながら、いろんな人たちと家族みんなで、友達みんなでフォニックス練習してください。Thank you for watching. See you next time. Bye. このクマの名前はババ。口を閉じてそこから息を思いっきりバッと出してください。クマって歯に蜂蜜が大好きですよね。手を伸ばしてハニーを木から取る。そして口に入れる。ババベア、バ、バ。